はい、サブスタンス。おお、ちょ、間違えた、こっちは。はい、どうもこんにちは。サブスタンスが始まりました。ありがとうございます。本日もしっかりレジャーハウスの様子を見ていきたいと思います。おお。さあ、今日はどんな日常が繰り広げられているのでしょうか。さあ、まず撮影部屋を出て、こちら洗面台ですね。おっと、誰かが顔を洗っていますね。あ、浜田さんですか。何や、お前。手洗っとんねんやろ。手洗ってるんですか。手洗ってる。あ、そうなんですか。でも、な、はい、家に過ごしてる間も、バイキン中もいっぱいついとるから、はい、だから定期的に手洗うことって大事やんな。浜田さん、最近出てないっすよ、ね。うん、だから、だからあれやんけ、お前、昨日のルーティンでも無理やり顔出したんけ。そうですよね。まあ、腹立つわ、最近のレジスタンス、わし使わんから。最近ね、浜田さんのね、出番が少ないんですよ。最近普通の色味もない、あのただの四つ使うのが出しやがってもっと出せよ、これ。まあ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 、浜田さん以外でも ね、はい、今ね、はいはい、ネタを考えてるふりしてました。いや、なんで、ここで公開までまだ見づらいんだ、これ。一応ね、ホワイトボードが3つあるんですよ。そうそうそう、実はね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんで嫌なんです、見せないんですけど、はい、ここに、このちっちゃいのに大体どんなネタをやろうかなっていう、うん、タイトルの案だけ。イエス。で、実際じゃあやろうってなった時に、この、ここに、この1枚の半分ずつを使って、こう2個動画のネタと構成を考える。はい、でここに動画 2個ネタ構成考える。だから4日分までは、このホワイトボードでこうネタ構成考えてやりましょうかってできるわけですね。ネタ構成と、まあ、何曜日に何出すかみたいな。そうそう。我ら毎日投稿でやってますから、そう、何曜日にこれぶつけようやみたいなやつありますよね。そう。っていうのはあるんですね。はい。と、これがあの僕が最近買った。これさ、これずっと気になってる、ね。これがソルト用ジグヘッドですね。え、これ、これ何なん？これね。だってさ、これ、うん、頭だけやん。いや、これにあのワームをつけるんよ。あ、これにワームつけんねや。これね、ダイソーで200円なんよ、これ。これ何がすごいかって、これってあのほんまはもっと高いやつってこれに似たやつがあるんよ、うん、もう1本、お一人様1点限りとか釣り具屋さん行っても、うんうん、そのクッソ人気なやつの同じようなやつがダイソーで出てん、これおお。で、これダイソーのやつも人気すぎて売り切れ続出や。え、あ、これだ、見つかったんや。そう。へえ。え、釣りチャンネル？あ、違う。これを使ってあのちゃんとあのスズキをね、シーバスを釣りに行きたいと思います。はい、はいはいはい、ありがとうございます。これでやっぱシーバス釣れんのよ。いや、あのめっちゃすごいよこれ、ほんまに売り切れやねん、どこ行っても。スズキ似てんなこれ。確かに似てんな。めっちゃ似てるやん。めっちゃ似てるわ。約 16g やから、うん、まあ50分の1スケールぐらいか。あとこれバイブレーションタイプって書いてるやんか。おうおう、めっちゃバイブすんねん。だからこのさ、この頭がめっちゃ揺れんねん。おうおうおう、ブブ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 ってあの、はいはいはい、揺れながら魚の前を泳いでいくみたいな。なるほどなるほど。まああれっすね、用もないので、ここにはもう、はい、まあ普段通りあの社長が編集頑張ってるってことで、はい、ちょっと覗きに行きますか。社長が編集中なので、編集の部屋をそうですね。だと思います。めっちゃ綺麗なんですよね。そうなんですね。お疲れちゃーん。社長、お疲れ様です。お疲れっす。お疲れちゃん。はい。どうすか、今日は。おー、どうしたん。いや、社長、結構顔濃くなった。どうしたどうした。ん、なんかあった髪の毛なんかストレートなって、いい感じっすね。なんか雰囲気変わりましたね。はい。いつも通りやけどね。あ、ほんまっすか。なんか髪の毛もハゲてないし。もういつも通りですよね。もうハゲてないな。え、もう AGH で終わった。すげえな。すごいな。いや、結構いい感じやったね。おお。ってことでね、はい、磯の水島が今日はレジコメ編集してます。今日はレジコメの日ですね。うん、そうです、実は。はい、昼間からずっとやってるな、これ。うん。でも、ちょっと疲れたよ。ああ、やっぱ大変ですか。しんどいわ。今何割ぐらい終わってるんですか。もう9。行ったかな。マジっすか。あと BGM つけて終わりって感じですね。はいはいはい。あ、いいっすね。暑いっすね。現在時刻8時前です。8時前じゃん。もう、いや、余裕持って。余裕持って終わることに。ね、9時半までには投稿できるんじゃないですか。はい、いいっすね。大丈夫よ、はい、ね。俺はさっきまであのラジオの設定めっちゃいじりまくって、今からあのラジオするとこやな。あ、そういえばラジオや、ラジオ。そう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 。あの俺はあのなんかソファーに座ったら、うん、気づいたらこんな時間になってた。椅子座ったら枯れなくなってたやつと似てんな。そうやな。なんかわからんけどめっちゃ寝てしまった。もう
いいこと言えるかな。あとちょっとさ、僕気になっとることがあるんやけどさ。いや、俺もやね。あー、やっぱそう。これ、これなのか。いや、実はもう俺、あの、塚木からこれ説明を受けてんねんけど。これ？これ木らしい。え、これ木なの？うん。で、なんかその、あいつってさ、結構買うものに実用的というか、うん、実用性を求めるやんか、うん、例えば、まあ、あの香水とかでいい匂いするとか、はいはいはい、なんかスチームが分からんけど、あれ、うん、アイロン置いてんのか知らんけど、うん、多分寝る時の役立つものセットなんやろな、あれが。そうやな、これだとまあいつもは天狗があるやんけど、そうそう、だからこいつも多分何かしら効果があって置いてると思ってんけど、うん、これなんなんつったら、うん、いや、これなんか他人が持ってていいと思ったからっていう理由でなんやねんあいつ多分そんな感じで買っててんな、ついにもうビジュアルだけであいつ物買い出したで。マジでちょこれさ、うん、もうこれ抜いてさ、うん、なんかちゃうもんに変えとこうぜあ、俺の釣り竿入れとっていいかな一回あのさ、釣り竿入れとって気づくか試してみる。あ、やってみるか一回あ、ちょっと持っとってやオッケーオッケーオッケー。釣り竿入れ、いや、ここに釣り竿入れても割れへんやろこれ多分。でも、ちょっと待って、じゃあこれいいぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、待って、これええわ。わ、すげえ、これええわ。これは絶対バレへんで。うわ、ええな、これ。釣り竿やもんな、全部ちょっとおしゃれやし。おしゃれやな。うん、なんだこれでええみたいになるんじゃん。ちなみにあの、これがね、あの 9.6 フィートで、こっちが9フィートの釣り竿の 先っぽになります。はい、これじゃあ10フィートぐらいこれ10フィートぐらいの木が、うん、間違えてこっちで釣りに行きそうやな。いや、あかんってお前こんなの一瞬で俺メバルでも折れるやろ、ね、あー、これいいわ。いいっすね、うん、多分あいつあのもう置いて満足してるから、うん、これ多分気づいてないと思う。あ、そうやな、しばらく気づかんと思う。確かに確かに、楽しみっすねこれ。うん、マジでなんなんやろえ、これほんまなんなんこれ。いや、ほんま多分見た目良くするだけのやつやと思うね。あ、そうなん。全身鏡も最近買ってルーティン動画出てきたけどな。あ、ね、あのこの間あいつ配信で喋ってたけど、この上に置いてる銀の盾、あの垂直落下してきて肩気づいてた。いや、ほんま血だらけやったよなあいつの。だからなんか銀の盾汚くねいや、あのめっちゃ汚いよいや、だからちょっとへこんでるしか。いや、あいつのベッドの横にずっとあったから、多分いろんなもん飛び散ってると思う。うわ、使う推しの人にプレゼントしようじゃな。ほんで、あの、社長もそろそろね、あの編集が終わるんじゃないですか。はい。あ、俺あれっすわ、ちょっとあの、配信、ラジオのちょっと、もうさっき音楽だけ流してる。はいはい。え、すごいよ、俺。え、行っていいそっち。あ、いいよ。公開だって、ラジオなんだよ。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、だそうです。いろいろやばいもんがあるらしいです。あかんと、お前。でもあかん。いろいろやばいもんがね、ほら。でもね、全然こう、ちょっとこんにちは、これまずです。これまずです。これまずですね。はい。まあ今日の、汚えな、しかしな。しかしな。うん。まあ、あの今日のラジオね、もう聞いてもらった方は、わかると思うんですけども、うん、見てください、これ。これな、これめっちゃいいやん、この街ゆくさんね。こんな感じで、放送までしばらくお待ちくださいっていう。はいはいはい。この画面も自分で作りました。おお。で、もういつこれ配信開始してもいいんですよ。あ、そうなんですか。なので、もう始めます。え？今ちょっとこの場で、じゃあ始めるってあれやね。あ、皆さんね、これもうコメントいただいてるんですけども。あ、ほんまやわ。はい。配信開始すると、実は音楽だけ流れるようになるんですよ。だマジなのラジオの待機っぽくない？あ、そうなんや。うん。これ開始すると多分音楽だけ流れてるんですよ。いきます、配信開始しました。多分通知が行ってみんな来てくれるはずなんですけどね。いや、個人チャンネルほんとね、この間バーサスコロナ配信した時もいっぱい来てくれて嬉しかったっすね。乗り打ちしたいな、早配信乗り打ちしたいな。え、これえ、ああまあダブルミーニングで、ああダブルミーニングでなガチの方行きたいけどな、なんやったらはい、まあほら、これで待機画面多分出てるはずなんで、見てる人はみんなこう気づいてると思うんです。いや、本格的じゃん、めっちゃちょっと頑張ったわ、さすがに。ほんまやね、さすがに頑張ったわ、久々にやると思って。うんうん、ワクテカーつって。あと6分で始まるんか。どうなんですかね、これ始まってんのか、これ配信開始してんねんけど。そうなん。あ、ちょっと待って、帰ってきたんじゃない。あ、塚健帰ってきたわ。
塚君じゃなかったということで今日はそろそろ終わります。あバイバイ。ちゃうかった、ちゃうかった。四つの配信、みっちゃんの編集お楽しみに。バイチャバイビー。じゃあラジオ頑張ろう。いえ、yeah。